それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。と作品展当日まであと1週間となりました。本当にこう大詰めという感じなんですが、作っていくと、あ、これも足らないかなとか、あ、ここもこうした方がいいのかななんていうふうに、こう子どもたちとどうするとかって話をしながら活動を今進めているところです。間に合うのかなっていう感じなんですが、そんな中で今日はお給食にミニパフェが出たことがあったんですが、その容器を取っておいたので、この容器を使ってさ、飾りを作らないっていうふうに子どもたちに声かけをしました。で、マジックで染めてさ、ここにこうやって置いてみようよっていうふうに話をして、活動を始めたんですね。で、今日は昼間すごく太陽が出ていたので、その染めた後、先生これさ太陽で見たらすごい綺麗だと思わないって子供が言うので、じゃあさ染め終わったら見てみようよって言って、自分が染めたものをこう持って窓越しに外まで出て行って見た子もいますし、窓越しにこうやって見た子もいました。その様子を見ていて、子供たちもわあ先生綺麗だねっていう風な歓声が上がっていました。そういう、こう子供たちの感性、別な意味の感性が育ってきているのかなっていうのを感じて、とても嬉しく思いました。また今日はカレーが給食で出ました。菊さんは本当にこうよく食べる子どもたちが多くて、ほとんどの子どもたちが美味しいね、美味しいねと言って食べていました。ちょっぴり苦手なものが最後残っていたりもしたんですが、じゃあさ、人参あと一口だけ食べてみようかって声をかけると、うんって言って頑張って食べてくれたりもしたので、そういうところもとても嬉しかったです。以上です。ありがとうございました。